実況パワフルゲームチャンネル。はい、皆さんこんにちは。プロ野球スピリッツ2014続きをプレイしていきたいと思います。前回、一軍に昇格というところをですねお届けすることができました。今回はですね、その一軍でのプレイを見ていただきたいと思います。早速始めていきましょう。今日は試合ありませんので休憩を一回入れておきましょうか。まあ、当分はね代打での起用ということになっているので、まあ、その1打席1打席をね大事にしていきたいと思います。それでは今日の対戦相手ですね、見ていきたいと思います。日ハムとの3連戦ですね。吉川、吉川光雄、ストレートは152キロで、チェンジアップ、パワーカーブかな、あれは。ちょっと見たことない球種ですね。ツーシーム、フォーク、ドロップカーブが持ち球のようですね。あとは、特段、これといったのはないので、まあ、ストレートですかね。追い込まれるまではストレートをね、きっちりと狙っていきたいと思います。といってもきっと、吉川と対戦することはなさそうな気がしますね。代打、まあおそらく1打席、多くても2打席だとは思いますんで、まあその時にね、まだ吉川がマウンドに果たしているのかどうかというところだと思うんですけども、どうでしょうかね。ちなみにもう、このプロ野球スピリッツのスタープレイヤーモードやってる方はもう、この8月とかより前に一軍に昇格してたりするんですかね。その辺もちょっと気になるところなんですけど。さあ、試合の方始まっています。まあ、とりあえずね、自分の出番はないので流していきたいと思いますけども、0対0で膠着状態が続いてますね。お!回ってきました。思ったより早い回に回ってきました。6回の表、ワンアウトランナーなしの場面ですね。吉川かな?そういうことはまだ。今日これが、まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。さ、うわなんか、ね、やっぱちょっと違うな雰囲気が2軍の市民球場とはやっぱり。さあ、さあ来い。ストレート150キロ。これは内角かなり厳しいところですね。さあ、グワッとチェンジアップかー。さあ、追い込まれました。なんで来るかな。おお、当てた当てた。おそらく今のもチェンジアップですね。さあ、1球高めに外れて、ワンボールツーストライクですね。さあ、1本ヒット欲しいところなんですけどね。うん、これも当てました。今のもおそらくチェンジアップ。ストレート。うん。パワーカーブですね、さっきの球種は。ちょっと、何がパワーなのかよくわからないんですけど。よし、外れた。スリーボール、ツーストライク、フルカウントですね。さあ、マイストレート来い。くわー!しょうもない当たりだ。まあ、追い込まれてからね、フルカウントまで粘ったっていうところはね、評価してもらいたいなというところなんですけどね。さあ、第2打席目、1対1の同点の場面ですね。8回の表です。まだ吉川が投げてますね。早め早めに、ストレート。おー、ドロップカーブ。結構変化しますね、高めでも。どうだ?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 よし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 。ツーベース。これきっとあれですよね。市民球場だったら入ってたんじゃないかな。さすがに出ないかな。あ、出る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 。厳しいコ
ースには行ったんですがうまく打ち返されました、うん、ツーベースヒットが出ています。これきっと市民球場だったら、ま、入ってはいないですね。言い過ぎましたね。はい、というわけでツーベース打ちました。もうすでに退いてますのでもう出番はないかとは思います。うん、試合にも勝ちましたね。敗戦となってしまいました。西さん、エースで試合を落とすというのは通常の敗戦。なんか裏でアナウンサーと西のこの微妙なというか実況がある中、僕の実況で本当にいいのかっていうのはあるんですけどね。はい、試合結果の方を見ていきましょう。2対1で勝っています。ロッテがね、ヒット9本打ってますね。個人成績の方は代打で出場してまして2打数の1安打です。うんうん、いいですね。はい、うん、下がっちゃうんだ。こういう感じで全部見れるようになるっていうのもいいですね、試合結果が。お、今日の試合でパワちゃん選手がプロ初安打を達成しました。ありがとうございます。さあ2戦目ですね。日ハムとの3連戦の中の2戦目ですね。キサヌキか、そうかそうか、今キサヌキは日本ハムにいるんだったな。ストレート149キロ、フォーク、切れ味ありそうですね。それにスライダー、カーブ、ツーシームも持ってますね。決め球はフォーク、まあそうだよな。さあ、試合入っていきましょう。なんか、キサヌキのイメージっていうのは、やっぱ巨人の時、巨人在籍時にやっぱりかなりキレのあるフォーク投げてたなっていうイメージあるんで、ちょっとそのフォークをね、狙いに行くっていうのは難しそうなので、早いカウントから、ストレート、狙っていきたいなと思いますね。追い込まれてからのフォーク待ちになるとかなりね、三振の可能性が高くなってくるんじゃないかなって気がするんですよね。さあ、試合の方始まっています。まあ、当分出番はないと思うんですけども、日ハムが今2点リードしてる場面ですね。さあ、お、回ってきたぞ。7回の表、ノーアウトランナー1塁の場面ですね。さあ、まだキサヌキがきっとマウンドにいるはずだ。ストレートを狙ってきますよ。まあ、小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。うん、フォーク、1球目内角にフォークが来ています。うん、2球目もフォークですね。で、2ボールです。うわー、これストレートか。ただかなり厳しいコースですよ。外角高めいっぱい。うわー、これもフォークか。フォークは打ちづらい。ストレート来い。よっしゃー、フォーク当ててファールですね。これで3ボール2ストライクですね。フルカウントです。よし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 、ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。 OK、 よし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 、ツーベースですね。これは今のはどうし、ちょっと無理かなと思ったんですけどね。どういうことだ？あ、出ないのね。わあ、でも抑えられたんだ。さあ、もう一回待ってこい。待ってきましたよ。ワンアウトランナー三塁の場面ですね。ピッチャーは、お、まだキサヌキが投げてる。完封する気だな。ツーシームが外角低めに外れてワンボール。うわあ、ストレートかー。だいぶキサヌキも疲れてますね。球のスピードが、球威がなくなってきてる感じがする。
フォーク、危ない危ない、外れて2ボール1ストライクですね。危ない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 、よしよし、3ボール2ストライクの、フルカウントですね。さあストレート来い、ストレートで来い、ストレートで来い、外れた、フォアボールですね。はい、というわけでね、試合の方が終わりました。今日もね、代打での出場だったんですが、個人成績の方はね、1打数1安打1四死球ですね。試合の方は1対2で敗れています。ナルセで負けたのか今日は。やっぱ一軍のピッチャーというか一軍の試合になるとなかなか甘い球って入ってこないですよね。今のところまだ失投を見てないですからね。しかもさあ3戦目です。浦野、ストレート151キロのストレートに、フォークボール、カットボール、スラーブにチェンジアップ持ってますね。今日もベンチスタートですね。まあしょうがないですね。もうちょっとね、実績を積んでいきたいと思います。試合の方入っていきましょう。なんとかね、ゴールデンウィーク、タイに遠征するので、それまでにね、このプロ野球スピリッツのスタープレイヤーモードもクリアしておきたいなと思うんですけど、まあ、あと3週間ちょっとですかね。まあ、十分いけるかなとは思うんですけど、その、ただ1年間プレイするだけじゃなくて、やっぱりきっちりとね、結果残していきたいんですけど、このままスタメン起用されないままだと、どうなのかな。新人王なんて絶対無理だし、なんとかね、このクルーズを押しのけて遊撃手のレギュラー掴みたいですよね。まあ、しばらくね出番はないと思いますんで、今日もお待ってきたぞ。おおおお、これはかなりのチャンスですよ。6回の表0対0の場面でワンアウト満塁の場面ですね。これはかなり期待されて起用された感じがあるぞ。その期待に応えましょう。まあ、小宮山さん、さあストレート、そうですね、うわー、もうちょっとホームに送球、あー、もうちょっと長打欲しかったなと言ってもね、一軍、での初打点ですね。初打点記録しましたね。これはこれで嬉しいな。ストレートだったと思います。ここでタイムリー、先制点を奪われました。ただ自分はもう退いてるので出番はないですね今日は。というわけで1打席だけだったんですけども、見事タイムリーをね、打つことができました。勝利打点、そうだね、6対0完封なんで1打点目、で1点目のタイムリー上げてますからね。いやー、なんか一軍の試合は本当緊張するな。もう雰囲気がやっぱ全然違いますからね。さあ試合結果6対0、12本のヒットで、大勝してます。個人の成績は1打数1安打1打点ですね。初打点を記録しました。いい感じですね。次あたりはね、スタメンで起用されたら嬉しいなと思うんですけどね。はい、というわけで、日ハムとの3連戦お届けをしました。
今はねまだ、スタメン起用されない、まあ、代打起用というところなんですけども、まあ、きっちりと代打で、成績を収めていってレギュラークルーズを押しのけてね、レギュラーの座を掴んでいきたいと思います。今回はこれで終わりたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。